牛丼や定食のファストフード店松屋が熟成牛肉を使用したプレミアム牛めし飯の販売を開始した凍結寸前の温度で保存した牛肉を使用それにより風味や鮮度を保ちつつ熟成が進みうまみが増すのだというそのお値段は380円通常の波盛りが290円なので90円もお高いことになるしかも現在 2014年7月9日は一部店舗でしか販売されておらず激レアまさにセレブな牛丼どんな味がするのか食べてみることにしたプレミアム牛めしは通常の牛めしよりも調理に時間がかかると店内に書いてあったが瞬時に出てきた見た目は普通の並盛りと大差ないように感じたが一緒にアブセンジ七味はついてきた 通常の波盛りはプレートで運ばれて来ないが、プレミアムめし飯はプレートに乗せられてきた。まずは普通に一口食べる。歯ごたえがあって、通常のものよりエキスがたっぷり染み込んでいるように思える。いや、これはエキスの量というより、濃さが違うのかもしれない。熟成特有の芳醇な香りである。若干だが、通常のものより若干甘く感じたものの、 それは間違いだとすぐに気がついた甘さが強くなったのではなく醤油味の角が丸くなり牛肉自体の風味が生きているのだまろやかという表現がふさわしい梅雨もまろやかなのでたっぷりとご飯に染み込んでいてもしつこくないアブセンジ七味による山椒の強い香りも熟成牛肉の美味しさを増やす これなら290円が380円になっても食べる人はいるのではないだろうか。むしろ人気商品になる気がする。7月中旬から全国で一般発売するという噂があるので、この夏の牛丼戦争は松屋が勝利するかもしれない。吉野屋や好きかも負けずに頑張ってほしいものだ。